皆さんこんにちは。今回の目分量クッキングは、サバの味噌煮の作り方をご紹介します。サバが半額で売っていたので、2切れ買ってきました。あとは、生姜も使います。それでは作っていきましょう。まずは、サバを水で洗い、キッチンペーパーで拭きます。包丁で、十字の切り込みを入れましょう。生姜は、細切りにします。鍋に、醤油、みりん、砂糖を加え、水を入れたら、煮詰めます。生姜を入れたら、サバ、イン。サバに汁をかけながら、5分ほど煮詰めます。そこに、味噌、豆乳。アルミホイルで落とし蓋をしたら、10分ほど、弱火で煮ていきましょう。これで、サバの味噌煮、完成です。ご飯によく合う、和食の定番メニューですね。ぜひ作ってみてください。それでは、ご視聴ありがとうございました。